コマンドプロンプトって何？コマンドプロンプトってどんなことができるんだろう？コマンドプロンプトを使うメリットや具体的な使い方を知りたいな。このような疑問を持つ人も多いのではないでしょうか。この動画ではコマンドプロンプトの特徴やできること、実際に使ってコマンドを実行するところまで紹介するので、実際に自分で使えるようになりたい方はぜひ最後まで動画を見てくださいね。この動画が参考になったらチャンネル登録とグッドボタンを忘れずに。こんにちは。今回のテーマはコマンドプロンプトについてです。コマンドプロンプトとは Windows に搭載されている Windows の操作や設定ができるソフトウェアのことです。よくエンジニアが真っ黒の画面で操作をしているイメージを持っている人がいますが、まさにその黒い操作画面のことです。操作するためのコマンドをキーボードで打ち込んで実行することができるので、マウスで操作するよりもいろいろな操作が効率よくできて使いこなすととても便利です。ただ、コマンドプロンプトって具体的にどんなことができるの？そもそも利用するメリットって何があるんだろうと疑問に思っている方もいるのではないでしょうか。この動画を見れば、コマンドプロンプトの概要、コマンドプロンプトを利用するメリット、コマンドプロンプトの使い方、コマンドプロンプトの基本的な操作方法、こちらの内容を知ることができます。では早速、コマンドプロンプトの概要について解説していきます。コマンドプロンプトとは、Windows パソコン上で利用できる Windows の操作や設定変更ができるソフトのことです。次のような黒い画面を起動し、コマンドをキーボードで打って操作します。例えば、フォルダをコピーする場合は以下のようなコマンドを打って実行します。このようにコマンドを実行して操作できるのです。ただ、 Windows の操作ってマウスでもできるけどと思った方もいるかもしれませんね。そこで次に、コマンドプロンプトを使うメリットについて解説します。コマンドプロンプトを使うメリットは次の3つです。1、CUI 操作ができる。2、ファイル操作をまとめてできる。3、事前に決めておいた操作を実行できる。1つ目は CUI 操作ができることです。 CUI 操作とは、分かりやすく言うとキーボードのみで操作することです。マウスを使わないため、キーボードから手を離さずにパソコンを操作できます。マウスでたくさん操作しないといけないような操作も、コマンドプロンプトを使えばコマンドを打つだけで一瞬で操作が終わります。例えば、新しくフォルダを作ってファイルをコピーしたいといったケースです。この場合、マウスだと次のような操作をします。1、フォルダで右クリックし、新規作成からフォルダを選択してフォルダを追加。2、フォルダの名前を入力。ここではバックアップと入力。3、コピーするファイルを選択してコントロールプラス C などでコピー。4、作成したフォルダ。ここではバックアップを開いてコントロールプラス V で貼り付け。このようにファイルコピーまでにいろいろな操作が必要です。ですが、コマンドプロンプトであれば、コマンド入力プラスフォルダの指定だけで一瞬で終わります。あくまでもこれは一例ですが、コマンドプロンプトを使うことで全ての作業が高速化できるのです。その他のコマンドの実践例については、この動画の後半で詳しく解説します。2つ目のメリットは、ファイル操作をまとめてできることです。先ほどは1つのファイルをコピーする例を挙げましたが、他にも様々なファイル操作ができます。ファイルの名前を一括で変更するといったことも可能です。マウスで操作する場合は、ファイルの操作に数分時間がかかってしまいます。ですが、コマンドプロンプトなら、フォルダの中にあるファイルを一括で変更するコマンドを実行するだけで、簡単にファイル名が一括変更できるのです。最後に3つ目のメリットは、事前に決めておいた操作を実行できることです。コマンドプロンプトでは、実行したいコマンドをテキストファイルで保存し、ファイルを実行するだけで書いてあるコマンドを実行できます。例えば、毎月次のようなファイルをバックアップする操作をしていたとします。1、バックアップ用のフォルダを作成する。2、バックアップ用のフォルダにファイルをコピーする。3、コピーしたファイルの名前の先頭にバックアップをつける。4、1から3の操作をフォルダの数分20個程度行う。これを全て自分で行うのは大変ですよね。もしかするとミスが起こるかもしれません。このような時に、コマンドプロンプトでファイルコピープラス名前変更するプログラムを作っておけば、ファイルを実行するだけで作業が終わるのです。このようにコマンドプロンプトを使えば、Windows の操作を自動化できるツールが作れます。普段の作業を高速化するだけでなく、作業そのものをなくすこともできるのです。以上、コマンドプロンプトを使う3つのメリットでした。次にコマンドプロンプトの使い方を見ていきましょう。まずは起動する方法ですが、2ステップで簡単にできます。まずキーボードの Windows ボタンを押し、スタートメニューを開きましょう。 cd と入力し、出てくるコマンドプロンプトを選択します。起動すると次のように黒い画面が表示されます。またコマンドプロンプトで操作するときは、今どのフォルダ位置で操作しているかが重要となります。起動直後はパソコンを利用している人のユーザーフォルダが表示されているはずです。もしデスクトップ上のファイルを操作する場合は、コマンドを実行してデスクトップに位置を移動しないといけないことに注意しましょう。次に簡単なコマンドプロンプトの操作について解説します。ここでは次の3つを操作していきましょう。1、フォルダ移動。2、フォルダの中身を確認。3、ファイルのコピー。1つ目はフォルダ移動です。フォルダを移動する場合は cd コマンドを使います。 cd スペース移動したいフォルダ名を指定するだけで簡単に移動できます。例えばコマンドプロンプトを開いたところからデスクトップに移動してみましょう。この場合は次のようにコマンドを実行します。今回はデスクトップを指定していますが、移動するフォルダ名を指定して移動ができます。またフォルダのパスを全て入れても移動可能です。パスとはフォルダやファイルの場所を示すアドレス、番地のようなものです。例えばフォルダパスの場合は、以下のようにフォルダのアドレスバーを選択すると確認ができます。また Shift プラス右クリックを押したとき出てくるパスのコピーを選択すると、フォルダパスをコピーすることも可能です。フォルダパスを直接指定して移動する例を見てみましょう。デスクトップに移動するフォルダパスを入れたので、位置がデスクトップになっていることが確認できますね。このようにパスを指定して移動できるのです。2つ目はフォルダの中身を確認です。フォルダの中身を確認したい場合は dir コマンドに/b のオプションをつけてコマンドを実行します。例えばデスクトップのテストフォルダにある中身を確認してみましょう。まず先ほど紹介した cd コマンドで確認したいフォルダに移動しましょう。移動ができたらフォルダの中身を確認する dir コマンド/b を入力してエンターを押します。この動画ではデスクトップにあるテストフォルダの中身を確認しています。するとテストフォルダの中には3つのファイル名があることが確認できます。こんな感じで簡単にファイル名を確認できます。ちなみにコマンドの後に大なりプラステキストファイルのファイルパスを指定すると、結果をテキストファイルに保存することも可能です。大なりの記号はリダイレクトといって、コマンドの実行結果をテキストで保存するときは必ず使用します。output.text という名前のファイルに出力する場合は次のようになります。実行結果を保存できるので覚えておきましょう。3つ目はファイルのコピーです。コピーするときはコピーコマンドを使います。コピースペースコピー元ファイル名スペースコピー後のファイル名を入力するだけで簡単にコピーできます。例えば元ファイル .text をコピーして、コピーしたファイルにコピーしたファイル .text という名前をつける場合を見てみましょう。この場合はこのように入力します。すると1個のファイルをコピーしましたと出るので、これで完了となります。最後に今回の動画をまとめると、コマンドプロンプトとは Windows を CUI 操作できるソフトウェア。コマンドプロンプトを使う3つのメリット。 1、CUI 操作ができる。 2、ファイル操作をまとめてできる。 3、事前に決めておいた操作を実行できる。コマンドプロンプトは Windows キープラス CMD の入力プラス Enter ですぐ起動できる。ファイル操作など普段使う操作から実行してみるのがおすすめ。こちらになります。この動画を見ることで、今までコマンドプロンプトの特徴やメリットが分からなかったという方も、コマンドプロンプトの特徴やできること、利用するメリット、具体的な使い方などがなんとなく理解していただけたと思います。今回の動画で取り上げたコマンドプロンプトのコマンドについては、概要欄にある記事でも詳しく解説しています。動画と合わせてご覧いただくとより一層理解が深まるのでおすすめです。この動画が参考になったと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。コメントもしていただけると嬉しいです。これからも分かりやすい動画をどんどん配信するので楽しみにしていてくださいね。ではまた次回お会いしましょう。エンジニアって稼げそう。流行りのリモートで働ける企業も多いし、エンジニアに転職して働きたいな。でも何から手をつけていいのかわからないし、プログラミングってなんだか難しそう。このような悩みを抱えている人は多いのではないでしょうか。実際にプログラミング学習者を対象に行ったアンケートによると、プログラミング学習者の 87.5%、 つまり10人中約9人が挫折を経験しているという結果が出ています。最近では独学でプログラミングを学べる環境が整ってきていますが、ただやみくもに学習を続けてもプログラミングを習得して目標を達成するのは難しいのが現状です。そこでサムライエンジニア塾はこれまでの指導実績をもとに、プログラミング学習に成功する人は普段どんなことに取り組んでいるのかを分析した結果、成功者の多くが目的・目標が明確で、それに合わせた学習プランがある、常に相談できる人がそばにいる、自己解決能力が高い、この3つを兼ね備えていることが分かりました。サムライエンジニア塾では初心者でも学習を成功できる環境を作るために、オーダーメイドカリキュラム、オリジナルサービス開発、マンツーマンレッスン、この3つのサービスを提供しています。オーダーメイドカリキュラムは学習目的に合わせてあなたにぴったりな学習プランを作成しています。学習を通してオリジナルサービス開発をすることで、企画から開発までの流れを学べて自己解決能力を養うことができます。そして基礎学習からオリジナルサービス開発まで、専属の現役エンジニアがマンツーマンレッスンで指導をしています。今までに全くプログラミングに触ったことがないという方もご安心ください。サムライエンジニア塾を受講される方の 90% 以上が未経験からプログラミング学習を始めて、 94% の人が転職に成功しています。受講はオンラインでもできるので、パソコンとインターネット環境さえあればどこでも学習可能です。あなたのライフスタイルに合わせてご利用いただけます。あなたもサムライエンジニア塾でエンジニアデビューを目指しましょう。無料体験レッスンもやっているので、概要欄の URL からチェックしてくださいね。